も変わらないですよ。そうですね。それで大学日大に進むよね。はい。これちょっと僕面白いというか難しいんですけど、大学野球とか全く知識がなくて、昔ほら六大学対抗の番組とかあったりテレビで見てたんで六大学は分かってます。なんだ六大学野球は分かりますよ。そもそも。で、そのままその高島っていう子がプロからスカウトが来てるっていう話はもちろん聞きますよね。それを思ってどう思った？いいな、羨ましいなと思ったけど、現実的に僕全然そこまで届いてないんで、いいなと思ったけど、ああプロ野球大体まあ生でいかないですか。やっぱすごかったな、あいついい選手なんだなっていうぐらいの感覚の中、そのレギュラーが6人ぐらいいたってたじゃないですか。で、彼らみんながやっぱ大学行くっていうから、やっぱり大学で行くもんだって野球やらしちゃいけないんだけど、でももう高校3年間野球やったらいいぐらいの発想だったわけ。だからそんなに野球欲もなくて、だけど周りが行くからこの流れで俺も行かなきゃいけないのかなって感じになるんです、まあ、当時その一応セレクションの要望があるような大学があって、まあ6大学からね一つあったんだよね。おどういや、あんまり言うとは、いや、それは言ってもいい、まあ、じゃあ頭文字 M 字大学ですよ。バレちゃうね。なんかセレクション、あれね、セレクション行かないかって話ですよ、はい、で、その日はぶっちゃけもう8月の27日の日曜日の朝でみんなで海行こうって約束したわ。で、俺の中では明治大学すごい厳しいってちょっと聞いてた、厳しいよ、聞いてたんで、いや、ここは行きたくないな、しかもちょっと海に行き約束してるんだと思ったんで、いや、すいません、ちょっと僕明治大学かみたいな感じ でお前練習があれだから、お前の向いてるのは日大ぐらいでちょうどいいんじゃないかって思ったんですよ。で、日大が当時2部だったの。俺らが入った時は1部で、そう、私は落ちたん、はい、でちょうどね、弱くはないんだけど、まあ、ちょっと落ちてた時だった。で、俺らの1個上の先輩でも作詞の人とか宇都宮工業の人とか、はい、宇都宮の人たち結構いっぱいいて、そこだったらお前のその雰囲気とかあれにすごい合うんじゃないのかって言われて、日大に捨てちゃった。そしたら、まあまあちょっと評価されて、うちでやってくれっていう話になったんで、もう日大だったら、もう大学だったらもう絶対寮じゃない。そうですね、もうそこは覚悟して、だから僕は本当に3年間高校時代はもう何があってもとにかく耐えて頑張ろうっていう思いで、その宇都宮学院行って、で甲子園も行かしてもらったから、かっこいいかなと思ったんですけども、そこにまたいろいろ流れがあって、よし、あと4年だけ、もう4年だけちょっと野球やると思って、で、行ったりとかして、でも行ったら2部リーグだった。2部リーグって当時1部リーグは神宮球場、2部リーグは第2球場だったところで、1部と2部とは僕よく分かってないですよ。2部っていうから夜間のことかな、昼間学校行けない、夜に行くのかな。で、大学入って1年生っていろいろしながらいろんな話を聞いたら、2部リーグってそういうことだった。何も知らなくて行ったんだ。そう、本当ですよ。で、何年から一番思い出深いのが、1年生の秋に1部に上がったんですよ。優勝して1部に上がって2回戦で、まあまあ10打席ぐらいですかね。で、秋はレギュラーかなと思ったらちょっと怪我しちゃって出れなくて、で、入れ替え戦で僕サヨナラホームラン打ったんですよ、1年生で。ホームラン打ってそれが1戦目勝ったのかな。で、2戦目も取って1部に上がったんですよ、2年目の。だから1年の秋に上がったんですよ。ああ、そしたらお前世界が変わったの。やっぱりね、今でこそさ、全国の大学からさ、プロ入るじゃない。昔はとうとうは1部にいないと社会人野球の就職もプロにも入れないよっていうぐらいに言われた時代だったんで、だからとにかく1部に上がって活躍しないと、その将来の就職とかもプロを目指すにも1部じゃないとプロのスカウトなんか絶対見に来ないよって感じがあったから、まずそういう意味では1部に上がったのはワンステップだった、段階的にはね。でもそういうことも言うとさ、やっぱプロ意識した2年生ぐらいからですかね。2年生ぐらいからレギュラーで使ってもらったから、でその当時小池さんって近鉄にいたピッチャーがエースで、小池、高津、選手には岡林さん、武藤、杉山、いい選手いたな。そうなんですよ。で、そのピッチャーが僕2年生の時戦うじゃないですか、4年生だから。その小池さんとか高津さんとかも岡林さんとかもみんなそうだから、で、戦ってるうちにこの間ピッチャー打てればプロに行けるんだなっていう、ちょっとその目安というか。で、落合さんが全日本とか行くじゃないですか、合宿とかに行って帰ってきて、どうでしたか。そう、いやいや、お前の方がいいよ、他の選手のお前が一番いいよ、こうやってこう冗談言ってくるわけです。冗談じゃないんだから。その気になって本当ですか、僕のいいんすかって言って、すぐその気になるからね、はい、で、優勝は、優勝は最後の春に、ちょっと自慢しちゃっていいですか。まあまあ、これ、ここだけの話ですけど、勝ち点3で3勝終わったんですよ。で、3勝目の最後に僕ね、スライディングして足骨折しちゃったんですよ。で、4勝目のアジア戦が出れなかったんですよ。アジア戦連敗しちゃったんですよ。まあ、たまたま僕がいたかどうか別に連敗しちゃったんですよ。で、最終戦、駒沢戦、これついてないんですよ。でも、ギブス、18分切って、で、もうできるんだって。監督、僕、打ち合い見たんですけど、どうですかって言って、お前がいいって言うならいいけど、どうするって。大学生とかってちゃんと練習しなかったら試合とか素出してもらえない。でもバッティング練習はもう別アップで普通出ないでしょ、ゲームとか。でもお前がそこまで言うのやらせてやるって言って、もう足をこんな感じをずっとこんな感じ引きずりながら、やって、それ何番打ったの。4番ですよ。で、それで勝ったんです。で、それで最後打ったの。もちろん打ちましたよ。ホームラン打てなかったんですけど、まあまあその月も4割ぐらい打ちました。ただこの人打ったら覚えて、で、最後それで優勝したんです。感動ですよ。マシンすごいね。秋の優勝でドラフトないよ。ドラフト3位です。あ、豊さん出ましたね。ドラフト3位の選手が活躍するといいね。